1992年3.1朝鮮独立運動100周年東京集会、朝鮮戦争を終わらせよう植民地支配の生産を始めていきたいというふうに思います。司会を担当いたします、救助を壊すの実行委員会の土井富江です。よろしくご協力お願いします。皆さん、私はですね、プーチンとロシア軍はウクライナから撤退しろって大きな声で叫びたいというふうに思います。それで日本のアジア侵略、それに抗して平和のための人権のために立ち上がった朝鮮の人々に、の行動に思いを馳せる、こうした集会が今日できるということは本当に幸せで、実りある集会にしていきたいというふうに思います。どうぞご協力よろしくお願いいたします。それでは初めにですね、主催者挨拶を行います。3.1 独立運動日本ネットワークの加藤正樹の方から主催者挨拶を行いますのでお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。私がですね、皆さんにお話ししたいことは3つあります。1つはこの3.1朝鮮独立運動103周年を迎えて、私たちが歴史に真摯に向き合うということです。この3.1運動に関しては、私の話の後にすぐに私たちの仲間が作ったビデオが上映されますので、それをご覧になってください。問題なのは日本政府の態度です。日本政府は今まで徴用工の問題にしても、個人の請求権を認めるといったそのような態度を翻し、そして慰安婦問題にはすでに決着済みだとして、最近では韓国政府が国際法違反だなと言って居直っています。そればかりではありません。さらに今回教科書問題においては、従軍慰安婦とか強制連行だとかいう言葉そのものが不適切だとする答弁書を閣議決定し、そして教科書会社に圧力をかけて教科書の記述すら変更を余儀なくするよう強要しています。また最近、今年に入ってから岸田政権は佐渡銀山の世界文化遺産ユネスコの候補にこれを推薦を行いました。これに対しては多くの批判が出ているところです。皆さん、手のひらで空を覆うということわざが朝鮮半島にあるというふうに聞いています。手のひらで空を覆っても空はなくなりません。視界から一瞬空が消えるかもしれない、しかし空は存在しています。事実を覆い隠すことはできない。それなのにもかかわらず、この植民地支配に目を背ける日本政府の態度を私たちは断固として正していきましょう。2番目、私が言いたいのは日本政府の態度、朝鮮半島の分断を固定化することに手を貸し、朝鮮半島の統一を妨害している日本政府の責任を追及していくことです。朝鮮半島が日本から独立、解放されて77周年、そして朝鮮戦争の停戦からは来年で70年になります。去年の11月、岸田政権は現在行われようとしている朝鮮半島の朝鮮戦争終結宣言について時期尚早だと言ってストップをかけたんです。70年どこが時期尚早なのでしょうか。これは南北における共同宣言や2018年の米朝首脳会談シンガポール共同宣言などに日本政府が不満だということを表しています。そしてまた皆さん、朝鮮戦争というのは遠いところにあるのではありません。朝鮮戦争には米軍が
国連軍の名のもとに参戦し、その国連軍の後方司令基地は日本全国7カ所に今も存在しています。韓米米韓合同軍事演習には横田や岩国、彼らから戦闘機が韓国に出発し、そしてそこで演習を一緒に行っています。私たちはこのような戦争につながるような策動、そして朝鮮への敵対視政策、また朝鮮学校への差別など、このようなことについて断固反対し、米国の傘から脱して日本は平和なアジアの一員となるべく戦っていかなければならないと思います。3つ目、最後です。改憲、そして軍事大国化にひた走る岸田政権にブレーキをかけ、私たちは貧困や差別、そしてまた格差などがない、そのような公正で平等な社会を作るために、この社会を変革していかなければならないと思います。敵基地攻撃などと言っている現在の岸田政権、非常に危険な動きですけれども、これについては今日高田健さんの方からお話があると思います。また来週ですね、来週の水曜日になりますが、3月の9日韓国では大統領選挙が行われます。韓国でもどうやら敵基地攻撃などと言っている候補者がいるようですが、これについてはイ・ヨンジェさんの方からお話があるでしょうから、楽しみにして聞いてみましょう。皆さん、最後ですが、私たち今日のこの集会で一人一人の自分の立ち位置を確認し、そして私たち自身が各運動でそれを実践できるような、そのような集会にしていきましょう。皆さん共に頑張りましょう。加藤雅樹さん、大変ありがとうございます。続きまして、ビデオ上映に移ります。植民地支配に抗って三一朝鮮独立運動という24分間のビデオでございます。小澤さんが上映していただきます。よろしくお願いします。2016年秋、不正腐敗のパク・クネ政権退陣を求める韓国の人々の声は大きなうねりとなった。労働者、農民、学生、市民、家族連れがキャンドルを手にしてパク・クネを退陣させた。キャンドル革命によって誕生したムン・ジェイン大統領は2018年3月1日ソデムン刑務所歴史館でこう演説した。去る冬、私たちは100年の時間を飛び越えました。三一運動で始まった国民主権の歴史を生き返らせました。1700万個のろうそくが最も平和で美しい方式でこの歴史を広げてみせました。暗闇を灯した一つ一つの光は国民一人一人が大韓民国の主権者であることをもう一度宣言しました。東京都千代田区神田にある記念碑、今から100年前日本に留学していた朝鮮人学生によりこの地で独立宣言書が読み上げられた。日本による朝鮮植民地化は朝鮮民族の生存と発展を脅かし、東洋の平和を乱す原因となっていると日本からの独立を訴えた。1919年3月1日青田公園には学生、労働者、女性、農民など数千人が集まり、独立宣言書が読み上げられた。
我らはここに我が朝鮮国が独立国であること、また朝鮮人が自由な民であることを宣言する。このことを世界の人々に伝え、人類が平等であるということの大切さを明らかにし、後々までこのことを教え、民族が自分たちで自分たちのことを決めていくという当たり前の権利を持ち続ける。集まった人々は、韓国併合から10年ぶりに朝鮮の旗を手にし、感激と興奮に包まれた。大韓独立万歳と叫び、町へデモ行進を開始した。日本からの独立を求めた三一運動の歴史的背景を考える際に、19世紀後半からの日本の侵略と朝鮮人の抵抗の歴史を考える必要があると思います。特に日清戦争と日露戦争で朝鮮侵略が本格化し、その後朝鮮を植民地化するための戦争というものが進んでいく中で、朝鮮人がこのような形で抵抗運動を繰り広げたということは非常に重要です。韓国併合が行われた1910年はもちろん重要な年ですけれども、それ以前からの日本の侵略に対する抵抗というものの積み重ねがあって、三一運動のような巨大な民族運動が可能になったというふうに言うべきだと思います。1910年、朝鮮の完全な植民地化、すなわち韓国併合が強制的に行われました。これは朝鮮の民族の自主的な決定権を踏みにじるものでした。朝鮮支配の中では日常生活をも縛る徹底的な支配体制が敷かれました。この図は日本の憲兵、それから警察の配置図ですが、朝鮮各地に日本の支配のための拠点が置かれたことがわかります。人々は憲兵による武力を前面に出した支配の中で、裁判を受けることなく無知打ちの刑にされるなど過酷な状況に置かれました。この1910年代の支配方式は無断統治というふうに言われています。経済的な収奪も強化されました。この図にあるように、日本の国策会社の東洋拓殖株式会社が朝鮮の土地を大量に収奪をしました。また朝鮮総督府の政策によって没落する農民が相次ぎました。植民地支配は日本の天皇の支配下に朝鮮民族を置くものでした。この中で朝鮮の民族教育を弾圧するとともに、日本が行った教育では天皇への忠誠と日本語を教えることに重点が置かれました。こうした厳しい支配にもかかわらず、朝鮮民族の抵抗は続き、秘密結社の活動や民族教育を継続する努力が続けられました。また各地で自らの生活を守るために日本人の侵略者に抗議する活動も行われました。こうした中でついに起こされたのが三一運動です。独立運動は朝鮮の知識人が作った独立宣言書の発行をきっかけに開始されるわけですが、注目すべきはそれが決して一地域の運動にとどまったわけではなくて、全国あちこちで起こったということです。この図の赤い点は三一運動の発生地の主なものを示したものですが、1万人規模のデモをはじめ本当に各地で叩かれたことがわかります。三一運動では約200万人が参加したと言われ、全国に232の府軍等があるんですが、そのうち212でほとんどで運動が発生したということです。さらに国外にも運動は拡大をしています。このようにですね、各地域で運動を実行するだけの力量が形成されていまして、それだけ人々の植民地支配に対する不満というのが強まっていたことがわかります。三一運動の形態というのは本当に多様でした。独立宣言書や新聞の劇文の発表ですとか、街頭演説とか、あと山の上で鏡火を焚くというようなこと、ストライキとか、そういったさまざまな形で戦われたわけです。で、運動は基本的に平和的非暴力で行われたわけですが、後で述べますように、日本側が軍事的に弾圧する中で、朝鮮人の側も暴力的な運動に対抗するという局面もありました。三一運動で重要なのは、新たにですね、労働者と農民が解放運動を主体として本格的に台頭していったということです。これ以降、労働者と農民が解放運動の中心になっていきます。次に弾圧の様子を見ていきたいと思います。この資料はですね、3月1日の運動の状況を報告した日本側の資料です。ここではソウル、ソンチョン、ピョンヤンの3地域で大きな運動が起こったことが報告されているわけです。それで注目者はここです。出動兵力というふうに書かれています。これを拡大しますと、このようにですね、日本軍がこのソウルとソンチョンとピョンヤンの運動をどういうふうに弾圧したか、この歩兵三中隊を派遣したんだということが書かれています。
なお弾圧の様相は日本軍側の記録を見てみますと、3月の半ばの段階で、例えばですね、50名以上撃ち殺したとか、そういったような大変残酷な事件が相次ぎました。では運動は武力によって一方的に弾圧されてしまったのでしょうか。この図を見ていただきたいと思います。これはですね、3月1日から、1週間目 の、 その運動の発生地を示したものです。それと比較したいのがこちらの第5週の状況というものです。一目瞭然ですが、むしろ運動というのは非常に拡大しているということが分かると思います。日本軍は3月1日にすぐに出動して弾圧をしましたし、3月11日以降さらに弾圧政策が強化されていたんですけれども、それでも人々が抵抗を拡大させていたということが分かります。人々がいかに強く独立への意思を持っていたかが分かります。こうした中で当時の原敬内閣は徹底的な弾圧のために日本軍を増派することを決めます。政府が主導してこの弾圧が行われたということが分かるわけです。この資料は朝鮮労働鎮圧のため派兵の件という日本軍が作成した文章ですが、原内閣の決定をもとに弾圧を強化することを述べたものです。2018年8月ソウルに植民地歴史博物館がオープンした。日本帝国主義による侵略の歴史と抗日闘争の歴史を記録し展示する韓国初の植民地専門歴史博物館だ。ここに1919年の三一独立運動で逮捕された人たちの京津地方法院における予審尋問調書が残されている。京津高等普通学校3年生のシン・デソン19歳は独立を希望する理由は何かを聞かれてこう答えている。民族は他の干渉を受けずに独立して政治をすべきでありますから、朝鮮も日本より離れて一家団らんするようにやっていかなければなりません。日本の朝鮮に対する政治は武断政治であって朝鮮人を敵視している。三一独立運動には多くの女性たちも参加した。朝鮮のジャンヌ・ダルクと言われた伊波学団現伊波女子大学の学生ユ・ワンスン16歳もその一人だ。当日はですね、日本政府は、この中学校高校は臨時休校令を発して学生たちがデモに行けなくようにしてしまいました。結局彼女はソウルのデモには、参加できず、それで長男というところがですね、自分の家に行って、その終焉で4月1日なんですがデモに参加します。この4月1日というのは結構重要なんです。なんか4月1日の長男デモに日本が、これで銃撃射殺をします。目の前でお父さんとお母さんが死んでいきます。それで彼女はそれで対応されて、抗議したら対応されていくんですが、お兄さんもこのソ連向けムで一緒に対応されることになってしまうんです。実は彼女がここで言った言葉はですね、私に犠牲をする、国のために犠牲する気持ちが一つしかないのは悔しいということ、実は家族を殺されたことに関しての彼女の抵抗だったわけなんですね。1年以上、生きてました。1920年3月1日彼女は1年だった、この記念でもう一回韓国の中でハンガスクをやっているわけです。実はこれがきっかけになって、この周りの、平和女子学校などの他の高校生たちもここに一緒にデモに参加します。実はこれよく3日でもですね、3月4月で終わっていると思うんですが、1年後にも学生たちの持続的な戦いがあり、このユガンスの1年後のこの行為が母によってはまたもう一回デモになることを恐れていたので特攻法に彼女を移されて、実はこの事件になってあとは彼女は他殺で死んでいるんじゃないかということがよく言われるわけなんです。ソウル郊外の農村ジェアンリ、1919年4月15日日本軍により教会に集められた村人たちが礼拝堂に閉じ込められ火をつけられ発砲されて23人が殺された。原内閣が決定したその造反の直後にですね、チェアンリというところで非常に残酷な弾圧事件が起こっています。このような弾圧が積み重ねられてですね、三一運動の朝鮮人の犠牲者数というのは死者7509名、負傷者15850名、逮捕者46306名という多数に上っています。三一運動の弾圧作戦というのは実質的に戦争のようなものでした。弾圧に参加した日本軍の兵士は
まるでその戦争に赴くような気持ちで向かったというふうに言われています。日本全体が朝鮮に敵意を向けて大量の人々が虐殺されたのです。また朝鮮在住している人々も消防団とか在郷軍人会とか自警団とかを組織して朝鮮人の弾圧に加担をしています。このような中で日本のメディアでは朝鮮人は危険だという認識が拡散されていきます。この2つ新聞記事がありましたが、不逞鮮人というふうには書いてあるわけですね。これは日本に歯向かう悪い朝鮮人という意味で、これによって朝鮮人は悪者だというイメージが拡散されたわけです。こうした中で1923年の関東大震災の時には、軍隊、警察、在郷軍人会、自警団などによって朝鮮人数千名が虐殺されます。1991年8月14日、韓国のキム・ハクソンさんが、私は日本軍の慰安婦だったと名乗り出た。日本政府は、慰安婦なるものは民間業者が連れ歩いたものと国会答弁したことに対し、それは事実とは違うと自ら明らかにした。韓国の徴用工武藤女子金露呈身体訴訟のに関する第5位判決ですが、これについて日本政府は、韓国政府が国際法違反だとか韓国政府が適切に対応しろとか言っていますが、いつの間にか被害者と加害者が逆転しているというふうに思います。やはり戦時中に日本が無謀な戦争をやるために、総力戦を戦うためにですね、朝鮮半島から100万人を超える人々たちを、戦場とか、核労働現場に送って、使いました。そういうことの清算は結局今に至るもされていない、いません、65年の日韓請求権協定で解決したというふうに言われていますけれども、65年に請求権協定で韓国に無償3億ドル、有償2億ドル、これは供与と貸付ですが、これはお金ではありません。すべて、供与にしても貸付にしても、日本の生産物、益務を韓国の経済発展のために使えというふうに使途限定して渡したもので、それは被害者 その対する賠償とか保障という性格のものではなかったということは明白です。それでですね、決着したというのは非常に無理があります。戦後もう74年が経とうとしていますが、日本はこの問題については未だに清算をしていない。韓国政府に適切に対応するせよというふうに迫るのではなくて、日本の政府や企業がどうするのか、そのことが問われているというふうに私は思います。日本の継続する植民地主義が最も顕著に現れていると言えるのは、やはり朝鮮学校への差別の問題だと思います。日本政府は2010年以降新たに施行した高校就学支援金制度から唯一朝鮮高校の生徒たちだけを拉致問題の解決に進展がない
などという政治的な理由をもって除外し続けています。これによってこれまで5000名以上もの朝鮮高校生が被害を受けてきています。他の外国人学校の生徒には就学支援金を支給しながら、朝鮮高校の生徒にだけ支給をしないということは明らかな差別であり、在日朝鮮人への差別を扇動する日本政府によるヘイトスピーチだと言えるでしょう。これまで国連の人種差別撤廃委員会や社会権規約委員会から計4回も日本政府の行っていることは差別であり、すぐに是正せよという勧告が出されています。しかし現在も日本政府はこの勧告を無視し続けています。朝鮮大学校の学生たちは毎週金曜日、文部科学省の前で差別の反対を訴えるアクションを行っております。この動きはですね、今や朝鮮学校支援はというのは韓国、アメリカ、イギリス、ドイツなど世界中に広がっています。日本政府は今すぐに朝鮮学校差別をやめて自らの植民地支配責任を果たす、その一環として朝鮮学校の支援を行うべきだと私は考えます。文在寅政権は現在朝鮮戦争を終結し平和体制を構築するのを、政権の第一の課題として制定しています。2019年、3日100周年の年でありますが、南北首脳会談そして米朝会談に基づいて、東アジアで平和共同体を作っていくこと、これがまさに、3日100周年に、日本と韓国の市民社会が共同で取り組む、その意味がある100周年の年であると思います。去年3月1日に出された最重要の提起となった宣言文です。この宣言文では、もちろん朝鮮の独立ということを宣言しているわけですが、それとともに、それぞれが平和に暮らし、自分の能力や個性を開花させて人間らしい暮らしができる社会を作ろうと、そういうメッセージが込められています。ビラを見た人も見てなかった人も三一運動に立ち上がった人たちはそうした願いを持っていたと思います。その100年後の現在の状況を考えるとき、まあ、現在でもさまざまな戦争が続いてそこで苦しんでいる人もいれば、制度的な不平等の下で時空決定権を奪われている人たち、ヘイトスピーチで苦しんでいる人たち、そういった人たちがいることを忘れるわけにはいかないと思います。誰もが、尊重され、人間らしく暮らせる社会の実現に向けて努力を続けていき、いかなければならないと思います。どうぞ。
植民地支配に抗い逮捕された人々が過酷な状況を思い起こさせた。民族の独立を訴え日本の支配に屈することなく戦った人々の思いは民主化運動へと続き平和と民主主義を求める戦いとなっている。弾圧され無念の思いで亡くなっていった人々の思いを共有すること、歴史に学ぶことが平和な安全を作っていくことになるだろう。그래서오늘의교류를바탕으로해서한국과일본의청년들이이동아시아의평화와그리고민주주의를위해서지난몇년동안무슨일을해왔는지를더탐구하는그런출발점이되었으면합니다運動というビデオでした。本当にこういう内容が多くの市民、日本中の多くの市民に共有され、若い人たちに共有されるということを願いたいというふうに思います。ありがとうございました。それではですね、続きまして、講演に移ります。岸田政権の動向と東アジアの緊張ということで、総額あり行動実行委員会、そして、朝鮮半島と日本に核平和の確立を市民連帯行動に代表されています高田健さん、お願いいたします。こんにちは。今日午前中新宿でロシアのウクライナ侵略に反対する行動があって、国会議員が立憲民主共産社民、そしてたくさんの市民の皆さん、何百人いましたかね、ちょっと数えてないんですが、集まってそんな行動がありました。この同じ時間も、東京の渋谷だったかどうかでやられてますし、このところたくさんそうした緊急行動がやられていて、日本であちこちで反戦の声が上げられています。そうした行動にも連帯しながら、今日の私たちの31の集会を成功させていくことができればいいかなというふうに思っています。国会の行動は2000年に国会に憲法調査会というのができまして、これは憲法の問題を議論する特別の機関として2000年にできて、もう22年ぐらい経ちます。その私はずっとそれを傍聴してきましたけれども、この22年の中でも今の時期の日本の国会というのは憲法改悪の最悪の時期が来たな、大変困難な時期が来たなというふうに私は今実感をしています。これまでいろんな押したり引いたりはあったんですけれど、今日本国憲法の問題は大変なところに来ていると思います。例えば3つぐらいの方面があるんですが、国会の中では今オンライン国会、国会の憲法の審議にオンラインを導入するという問題が、これは緊急事態だからというコロナの問題で、議員が出席できなくなる、そういう場合にオンラインを導入して、議員会館の部屋から参加するようなことがあってもいいんじゃないか、そしてそのためにはこう憲法の改正改悪が必要だという議論があって、そこにこう憲法に緊急事態条項というのを入れてオンライン国会などを認めていこうじゃないか、さももっともらしい議論が今一気に、木曜日ごとに、この、先週の木曜日で3回目ですけれども、そういう議論が始まっていって、参議院選の前にでもそうした議論をまとめたいという話になっています。これが日本国憲法の今の危機という意味での一つです。それからもう一つは、今度7月に参議院選挙があるわけですけれども、その参議院選挙が終わると大きな国政選挙というのはあと3年なくなるんですね。衆議院が
初代やりましたから、今からあと3年半ぐらい、そして夏に参議院選挙やれば次の半数の改選は、3年後、要するにこの今から3年半の間、参議院選挙から数えれば3年の間、大きな国政選挙がないので、今度の参議院選挙でもし自民党、公明党など改憲勢力が3分の2を取れば、あと3年間じっくりと改憲に取り組める、黄金の3年などとマスコミでは言われるんですけれども、だから自民党などの改憲派の計算では、この3年の間に国民投票までやってしまって憲法を変えよう、そういう話が非常に現実化してきています。そしてもう一つは、今冒頭申し上げたこのウクライナ危機の問題です。このウクライナ危機にかこつけて、日本の例えば安倍も昨日まで言ったそうですけれども、憲法を変えなければいけない、それから軍事力を強化しなければいけない、ロシアのウクライナ侵攻から組み出す教訓はこれだということで、改憲の動きを非常に強めている。この3つが今の、この20年来の日本国憲法の最大の危機かなというふうに私が認識する、理由です。それで、まあその前段のような話ですけれども、昨年の国政選挙、総選挙で私たちは政治の変革を目指したんですけれども、これに失敗して、改憲勢力が3分の2を取りました。3分の2どころか、事実上衆議院は改憲勢力が4分の3ぐらいいる状態、憲法90条以上との関係で大変な事態になったわけですけれども、考えてみますと、安倍菅政権9年続きました。この安倍さんの政権というのは、先ほどのウクライナの問題で安倍さんまた改憲の話をあれこれ触り始めていますけれども、改憲を目指して安倍さんの政権成立以来ずっと改憲を目指して、特に、1917年以降は安倍さんは自分の総裁の任期で、任期中になんとか改憲をしたいということでずっとやってきたわけですけれども、この政権の末期、安倍政権もそうですが、菅政権も非常に政策が失敗して評判が悪くなって、いわゆる支持率というのは随分下がりましたよね。 30% 台ぐらいまでに下がったわけですけれども、そういう安倍菅政権9年の改憲派の危機をなんとかこれを立て直すという方法が今の岸田政権の登場だったと思います。岸田さんは安倍菅政権の9年のこの悪評をなんとかこれから克服して、もう一度政権を立て直したいということで、ちょっと安倍さんの時とは違うようなことを一生懸命言いました。アベノミクスの新自由主義と違った政治をやりたいとか、それが新しい資本主義だとか、あるいは安倍さんは非常に強権的な政治をやりましたけれども、自分は聞く耳を持つそういう政治をやるんだ、から安倍さん、菅さんはコロナ対策で失敗したわけですけれども、このコロナ対策でも、先手先手のコロナ対策をやって何とかするんだ、いろんなことを言うことで有権者に安倍菅政権の9年とは違った政権ができるかのような印象を与えました。まあ自民党の表紙を変えたわけですけれども、それでこの去年の総選挙での勝利というのを、あの人たちの成功というのを実現していったわけですけれども、ちょっと振り返って、安倍さんがなぜ退陣したのかというところまで振り返って考えてみますと、ずっと一貫して憲法改正改悪を目指してきた安倍さんが最後の段階で突然政権を投げ出しました。政権を投げ出した時の安倍さんが言った理由は、自分は体調が悪くて
国民に付託されているそういう責任を、自信を持って答えるそういう体調にないんだという表面的な理由で安倍さんは退陣したんですけれども、実態には理由は2つあったと思います。コロナ対策が完全に行き詰まって失敗したことが1つ、もう1つは安倍さんが政治家になって以来、あるいは首相になって以来、なんとか自分の任期中に憲法改正を実現したいと言った、この憲法改正が彼の任期中に実現しそうにもない情勢だということが最終的に明らかになったこと、これは支持率とか彼の任期との計算で国会の議席をどういうふうに維持していくとかいろんなことがあるんですが、そういうことで憲法改正の実現も見通しが立たなくなった、そういうことで体が悪いということで辞任したわけです。で、安倍さんは、8月の28日に20年のですね、彼の辞任の演説をやるんですが、その辞任の演説の中で残念ながら世論が十分に盛り上がらなかったのが事実であり、それなしには改憲を進めることができないことを改めて痛感している、志半ばで職を去ることが断腸の思いでありますというふうにこれは正直に言いました。一生懸命やってきたんだけども世論が同調してくれない、世論が改憲に賛成してくれない、これはいろんなデータを見てそうなんですね。そういうことから自分は、断腸の思いだけれども職を辞めざるを得ないんだということを言っています。8月の28日にそういう憲法改革が見通し立たなかったということを告白して、辞職を表明するわけですが、その後とんでもないことなんですが9月の12日に安倍談話というのを出しまして、これはミサイル防衛とかそういうのと関係して敵基地攻撃能力を日本が持つ必要があるというのを談話の形で出します。次の政権がこれをやってくれということですね。まあ辞める総裁首相がこういう談話を出すこと自身がとんでもないことなんですけれども、そういう安倍さんは遺言のような談話を出しました。これを受けた菅内閣、それから今度の岸田内閣ですけれども、菅さんの場合言われてすぐやったというのがかっこ悪いんでちょっとごちゃごちゃしていた時期もありますけれども、岸田内閣になった岸田文雄さんの場合はそうではなくて、今まで安倍さんが会見会見言ってた時に岸田さんが自分は護憲派で安倍さんは会見派だなどということを言ってたことがあるんですね。だから安倍さんと自分は憲法問題では姿勢が違うんだと言ってたような時期があるんですけれども、総裁選は省きますけれども総裁選2回落選で事実上落選する中でもう見通しが総裁になって見通しがつかないなった時に菅さんは自分の方針を転換をして安倍さんに支持を要請して安倍さんの支持を獲得することで総裁になろうとします。そういう動きをしてようやく今度の総裁選挙で、当選するわけですけれども、当選するにあたっては安倍さんの方から岸田さんは当然条件をつけられます。支持をするにあたっては今までの護憲改憲と言ってたこの立場をどうするんだ、特に宏池会の会長である古賀誠がこの人は窮状を守るなどという単行本まで出している人ですけれども、これとの関係をどうするんだ、そういうことが入っているしなければ支持できないという通知を突きつけられて、岸田さんは古賀さんと手を切ります。そして岸田さんの宏池会は以降改憲に大きく舵を切ることによって今回の、総裁選での当選というのを果たしてきたと思います。その
政治的な転換の主な内容ですけれども、菅さんが総理大臣をやっているときに訪米をして、そして日米共同宣言を出すわけですけれども、この日米共同宣言路線の継承という問題が、岸田さんに課せられた後継にあたっての大きな条件だったと思います。この日米共同宣言は言うまでもありませんが、わざわざこの宣言の中で台湾有事に言及して、台湾有事の時に日本とアメリカがどうするかという話し合いを事実上この訪米した中でやっている。そして、この岸田政権の、新しい政策の中で、例えば、GNP2% 問題、これは今すぐ 2% をするというわけではありませんけれども、自民党の総裁選の中でわざわざ GNP 比を 2% まで拡大していくということも、これは高市さんも言ったんですけれど、そういう主張をこの中でやりました。まあ 2% といったら今すぐ 2% にするということではないですけれども、今の計算で言えば米中に次ぐ日本というような、それぐらいの膨大な軍事費になるわけです。従来、日内閣が作って以来 GNP 比 1% 以内といって、曲がりなりにもそういう軍事費に抑えてきた、その蓋を取るということを、岸田さんの政権はやり始めました。今回の補正予算でもかつてない軍事費の補正予算をやりました。どんどん軍事費をそういう拡大する、そしてこの先ほどのウクライナのような状態になってくると、余計そうした方向を、強めていくんじゃないか、強めていくことに なっていると思います。それからこの人命の、2ページになりますから書いておきましたけれども、このこうした軍事的な方向を進めるにあたって、アメリカは今回のウクライナでもそうですけれども、一方的な現状変更に反対するということを繰り返し言うようになっています。一方的な軍事変更を反対するということで、実は自分のやっている現状変更というものを擁護していく状態になっているのが、この日米共同声明以降の日本の政権の非常に顕著な内容ではないかと思います。一方的な現状変更という、例えば、クアッドとかオーカスとか、あるいはファイブアイズとか、こういう新しい軍事的な協力関係をこの西太平洋インド洋で、構築していく、これが一方的な現状変更ではないのかどうか、明らかに私は一方的な現状変更だと思うんですけれども、中国がやる現状変更は悪いけれども、自分のやる現状変更は悪くないというところに日本の政府も位置を置いて、今アジアの情勢に対応してるんじゃないか、そういう中で、私は思いますけれども、この西欧欧米各国と日本のこうした軍事的な連携、さまざまなカードとかオーカスとかファイブアイズなどを使った軍事的な連携の強化というのは、このところ急速に強まっていて、それは中国の一帯一路に対抗して、中国がそういう現状変更をやっていることを許さないための、行動なんだ、共同行動なんだという説明ですけれども、実は昨日あたりでも台湾海峡をアメリカの軍艦が通るという挑発行動なんかがあります。
ちょうど朝鮮の方がミサイルを撃ったことと同時期にやられているわけですけれども、ですからこの間東アジア、安倍政権の末期から東アジア西太平洋一帯ではこうした軍事的な緊張が急速に作り出されているというところに直面していると思います。で、会見というのがなぜ急がれているか、いろんな時期でいろんな対応がありますけれども、この時期急がれている会見というのは事実上憲法9条に反して今申し上げたさまざまな、軍事力強化あるいは軍事同盟関係の強化、そうした憲法を事実上突破している状態に今の憲法は明らかに合わないわけですから、それを合わせて支えて合憲化していくという形で、会見をどうしても急がなければいけないところに日本の政府は今来てるんじゃないかなというふうに思います。台湾有事との関係ですが、実際上2014年から15年に私たちが反対した安保法制の問題で事実上従来の集団的自衛権の行使は憲法違反だという考え方は放棄されて、そして専守防衛も放棄されてきたわけですけれども、15年の安保体制によって、15年の安保によって、もし台湾有事が起きて中で規定されている重要事態ということが、その台湾有事米中なり台湾なりとの衝突がそういうことだというふうになれば、日本は、憲法解釈上やってはいけないことになっていた戦闘時期でも自衛隊が米軍を後方支援することが可能になりますし、2015年安保の存立事態ということになれば米軍に対する集団的自衛権を行使してその戦争に参加することも可能になる、そうした事態が今台湾有事と言われる中で進んでいて、これが、つい先日頃日米共同作戦計画原案というのが、自衛隊と米軍との間でそういう案が作られて、いざこういう方向で体制が進められているという事態になっていると思います。で、アジアがそうしたことで非常に今軍事的にも緊張しているんですが、改めて考えてみると、例えば日本と中国の間には、両国の間に非常に重要な、4つの共同文書がありますし、朝鮮との間では平壌宣言というのがあります。これ字を間違って平常の条が間違ってますけど直しておいてください。そうした文書、この間平和のために作られてきた平和と築き上げられてきた文書がこの日米関係の急速な変更の中で、事実上保護にされていって憲法を変えるという方向にどんどん進んでいることに対して、私たちはこのまま見過ごすことはできないんじゃないか。ただそういう中でアメリカと中国の要するに両方の覇権争いの中で一方に足を置いて、アメリカの方に足を置いて、そのアメリカの角度からだけ物事を見て情勢に対応していくというこの日本政府のやり方、そのために会見がどうしても必要なんだというところになっている。これを私たちは何とか打ち破っていかなければいけないところになっていると思います。それで明文会見の問題で先ほど黄金の3年間という話をしましたが、日本の政府によって従来の専守防衛とか日米安保体制、いわゆる日本は盾であって
アメリカはやりであってなどという、この日米安保体制での、日米の関係とか、そういう従来の防衛体制、安保防衛についての考え方というのはこの間ほとんど崩されてきていて、それが改憲という文字になっているわけですけれども、先ほど冒頭にも言いましたように、よほどのことがない限りこの後の3年間というのは、そういう憲法論議ができる自民党の公明党にとって余裕のある、そういう時期に入っているというふうに思います。それで自民党としてはこの改憲を進めるために、従来の安倍さんの時代のやり方では、世論が変わらなかったわけですから、世論の壁をどうやって克服するか、世論を改憲に有利な方向に導くことが改憲の成功のための鍵だという考え方から、岸田さんが内閣を組織してから自民党の中に改めてこの改憲の世論作りのための組織を作りました。それが、憲法改正実現本部というんですけれども、本部長が古谷さんですが、古谷さんというのはご存知の通り自民党の中では最も高派と言われる極右の人ですけれども、これを憲法改正実現本部というところの本部長に据えて、このあと、一番難しかった世論作りに取り組むというのが今自民党がやり始めたことです。で、前の二階さんが自民党の幹事長の時にも全国で憲法辞書会をやって、なんとか世論を高めたいというふうに言ってやったんですけれども、実際には各都道府県の自民党はほとんど動かずに、その、企ては破産しまして、古谷さんに首をすげ替えてから、そうした、タスクフォースとか言ってますけれども、改憲タスクフォースを 全都道府県に作って、その人たちに改憲集会、憲法集会をやるということを決定をして、もう始めました。まだ始めましたといっても、実際には古谷さん の選挙の地盤、地元である岐阜県でやっただけですけれども、岐阜県でやってこれを手始めにして、なんとか世論を強化するためのそうした憲法集会を全国でやるという、そうした取り組みを始めました。ただ実際には自民党の都道府県の議員たちはなかなかこうした方向で動かなくて、二階さんの時とも同じような状態なんですが、今回も岐阜でやった集会というのは、岐阜の県会議員を中心に40人ぐらい集まって、それで憲法の集会をやった。とりあえず本部長だからやっぱり一番先に自分のところでやらざるを得ないんでやったわけですけれども、このあとそういう方向で改憲実現本部が、狙っているような方向で、実際に進むかどうかについては、私はかなり難しいんじゃないかと思ってますけれども、自民党はこれをやってこの黄金の3年間でなんとかやりたいっていうのはやろうとしていますから、改憲を、それで改憲を実現していきたいと思ってますから、このことにこれから固執していくんだと思います。で、冒頭に言いましたように、憲法審査会では今オンライン国会の問題を議論をしていて、すでに参考人質疑などもやられました。オンライン国会、憲法の56条なんですけれども、56条に、議会を開いたときに、国会の総会を開いたときに3分の1以上の出席がなければ議事を議決することができないというふうに憲法の56条にはっきり書いてあるわけですね。だから衆議院の、総会とか参議院の総会とかやったときに3分の1参加していなかったらその会議は成り立たない、3分の1って楽少ないんじゃないかっていう話もなくはないんですが、普通で言えば過半数ですよね。でもその
憲法を作った時にどういう判断であったかは別として、憲法に書いてあるのは3分の1出てなければ会議は成り立たないよって書いてある。で、今自民党やその他の人たちが言ってるのは、このままコロナが進んでいったら3分の1出席できない状況が生まれるではないか、あるいは南海地震で大きな地震が起きたら3分の1の人員が出てこれないじゃないか、そういう時に、国会の会議が成立しなくなっちゃう、それは大変じゃないか、だからこの憲法の規定を変える必要があるというのが今自民党の人たちが言っていて、あの会議を開くことに自民党の委員たちはこれを繰り返して言ってきます。もちろんあの維新の会などもそれと非常に似たことを言うわけで、この発言が憲法審査会の中では最近非常に多くなっています。3分の1が出席がなければ、いけないということと、さらにそれを具体的にするために衆議院規則というのがあるんですが、衆議院規則の148条というところには、表決の際議場にいない議員は表決に加わることができないというふうに書いてあるんですね。その3分の1いなければ国会は成り立たないよというのに重ねて、この衆議院規則というのでは非常にはっきりと、その議場にいなければ表決に加われないんだと、採決だから国会が議場にいなければ成り立たない、病気で、それから例えば女性で妊娠していて来れないとか、そういうのがどうなるんだとか、いろんな議論をぐちゃぐちゃ今やってるんですけども、これでこの前は参考人をあの 2つの角度から読んでいます。この憲法58条の56条の解釈で、オンラインでやってもあの参加してる出席してるということに解釈すればいいんじゃないかというあの学者と、それからそれはやっぱり無理だと、それはやんない方がいい、解釈ではなくて問題があるなら憲法を変える方がいいって、これはまあ自民党から引っ張ってきた参考人がそういうことを言うわけだけども、そういう議論をずっとやってますから、去年来のずっとこの間の憲法審査会は特に、与党の方が毎週仕掛けということになってますから、今毎週木曜日の午前中に憲法審査会というのがやられてます。あのついで言いますが、傍聴してみたい方はあの木曜日の午前中大抵10時ぐらいから11時半ぐらいまで憲法審査会やられてますから、ぜひあの傍聴してみたらいいな、いいと思います。あの傍聴は、これは規則によって国会議員の紹介があってしかこの委員会の傍聴というのはいけないんですけど、だからどなたか国会議員の人に傍聴したいというふうに申し込んであの傍聴することになります。まあ毎週やられるということで、これが去年国会でそういうやり方は良くないということで与野党の間で非常に揉めてきて、実際には、毎週憲法調査会とかそういうのをやってたことはこれまで全くなくて、1年やっても10回とかせいぜいそんなもんなんですね。これか、これを会見の人たちはこれを非常に不満に思っていて、毎週やって憲法改正の議論をどんどんやって進めようということを要求していて、冒頭に言った去年の総選挙で、野党の方が相当に少なくなりましたから、その結果、毎週やろう、どんどん改憲の議論をやろうという勢力が圧倒的に強くなって、まあ事前の与野党の交渉とかそういう中でも野党は多少抵抗するんですが、ほとんど押し切られるという状況に力関係としてなってます。50人の委員のうち、野党の方の委員は12人ぐらいですから、そういう力関係ですから毎週開かれるというそういう状態になってます。そしてこのオンライン国会というのが、緊急事態だからどうするということでオンライン国会を
自民党が従来から言ってる改憲案は4項目の改憲案と言いまして、当面4つ4項目だけ憲法を変えよう、要するに自衛隊の規定を憲法9条に書き込んでいこうということと、それから緊急事態になったらどうするのかという緊急事態条項を書こうということと、参議院などの選挙区の問題でこれをきちんとしておこう、それから、教育の、教育の問題で、無償化とかそういう具体的にやろう、特に、選挙区割りの問題と教育の問題はほとんど改憲に関係する条項じゃないんですけれど、前の2つ憲法9条に自衛隊を書き込むことと緊急事態条項を書き込むことが憲法のに関わる大事な問題になるんですが、この中での一つ緊急事態条項にと関係してこのオンライン国会を早くやろうというような話になっています。今私が冒頭に言った危ないなというのは、自民党は主としてこのオンライン国会の問題を緊急事態条項の達成と結びつけて議論しますけれども、立憲民主党さんなどはそうではなくて、そういう問題があるなら緊急事態条項改憲という問題と切り離して独自にこのオンライン国会の問題を解釈で議論したらいいんじゃないかって話がありますから、全体としてほとんどの政党が、何らかの形でこのオンライン国会を実現しようという方向ではまとまってるんですね。ですからそれを具体的にどっちにするかという話がこれからなって、もしも、オンライン国会だけを解釈でやる、とりあえずそういう法律を作るというようなことになると、その後やっぱり引き続き改憲という問題が、緊急事態条項の導入という問題が出てきますから、この改憲の議論は続いていくんじゃないかというふうに思います。それが先ほどから言っている黄金の3年という中でやられる可能性がある、そういうふうに思って、黄金の3年の改憲の危険性というのを危ないなというふうに考えています。そういうことで私たちとしてこれからどうしていくかということですが、ご存じの通り今まで私たちが野党と市民の共闘による与党との対決ということを主張してきて、それを昨年の総選挙でやって、しかしそれを結果としては十分な結果を達成することができなかったわけですが、この後、どうしていくかですね。特に野党の中で国民民主党が 前回は野党の側に入ってたんだけど、まあ、前回の選挙で最後の部分では野党と足並みを揃えなかったわけですけれども、今国民民主党が野党なのか与党なのか何党なのかちょっとわからないという状態に、どんどん前回の選挙の後も事態が進行している中で、私たちが今度の参議院選挙で本当にそういう改憲勢力の3分の2というのを措置できるのかどうか、このところは単に数字のいろいろな計算というだけではなくて、なかなか難しくなってきているのが現状です。ここに32箇所全国に1人区と言われる選挙区があるわけですけども、その32箇所の選挙区で、これまでは野党と市民の共闘ができているときには野党の側の候補者を一本化して、そして与党の側と戦うという構図を作ってきたんですけども、今度の7月の参議院選挙でそういう構図をもう一回作れるかというと非常に難しいところに来ています。特に維新などのこの間の慎重ということもあって、そういう2つの勢力の対立の構図ではなくて、あるいは3つの勢力、それ以上の勢力の対立ということになると、
野党と市民の党等の方が一人区で議席を獲得していくっていうのは本当に容易じゃない、そういう状態の中で参議院選挙を戦わなければいけないですから、私たちの運動が憲法改悪、先ほど言った日本 の、 軍事力強化、そういう東アジアでのそういう危険な役割を阻止するためにも改憲を阻止するということで考える、この方針を、そこを今度の参議院選挙の野党の一本化というところで達成できるかどうか非常に難しくなっている。ですからこの時点では今まであんまり考えてきてないわけですけれども、それ以降も憲法改正、国民投票という問題にどう対処するかということも合わせて今は考えなければいけない時点に来たんではないかなというふうに私は思っています。ですから7月の参議院選挙をもう一回野党と市民の党等をできるだけ再構築して、何としても改憲派を打ち破っていくという努力と合わせて、万が一国民投票というのをこの3年間に仕掛けてきたら、そこで第2のラインとして反撃をして改憲を阻止していくということも考えなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。ただそういう場合に私たちが改めて思っているのは、例えばこの前の総選挙の後、共同通信が世論調査をやったわけですけど、自分たちがそれぞれ投票しました、投票した時にどういう政策を重視して投票しましたかという共同通信の世論調査でいうと、経済政策を一番重視しましたというのが 33%、コロナ対策を重視しましたというのが 14.9% で、憲法改憲の問題を重視しましたというのは 2.1% しかないんですね。今ですから多くの有権者にとって憲法を変えるということは重要な政治選択の課題になっていない。で、読売などが毎年やる世論調査で考えると、これは今の共同通信の問いのあり方と違って、もし憲法問題について憲法改正というのが出されたら、あなたは賛成ですか反対ですかという憲法に絞った特化した聞き方をすると、これは 2.1% というような話ではなくて、従来でいうと、どんどん変わってきていて、去年の5月3日では憲法を改正した方がいいというのが 56% あって、改正しない方がいいですよというのが 40%、 球場に絞ると球場を変えない方がいいというのが 56% で、変えた方がいいというのが 37%。 ですから自民党4項目の中で、球場問題で自民党が来た場合にはまだ世論として56対37ぐらいの差はある。しかし緊急事態条項とかそういう形で来た時にどうなるか、先ほどのようなコロナとか南海大地震とかそういうのと結びつけて、あるいは最近のアジア情勢の中で軍事情勢が非常に厳しくなっているというような話で来た時に、この数字がどうなるか、私たちの方から見るとこれから自民党が、やってくる全国の草の根での世論作り、集会とかいろんな形でやってくるわけですけども、私たちがこれに対抗して憲法9条を変えない方がいい、あるいは緊急事態条項というのは非常に危ない、とんでもない法律なんだという、そういう世論を改めて作って、これを打ち破っていくようなことができるかどうかというのが今問われているように思います。繰り返しになりますが、このアジアの平和の問題に直接密接に関わり、日本がこれから非常に危険な役割を果たしていこうとしているこの動きに対して、いよいよ最後のこの憲法の問題で正面から改憲派と争って、この軍事大国家などを阻止していく戦いっていうのがこれから、そうですね、最大見て3年半、それより短いスパンになると思いますけれども、そういう戦いに関わって、
いるかなというふうに思っています。以上で終わりましたけれども、以上で時間が来たので終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、私もちょっと健康審査会の傍聴などもしているんですけれども、本当に昨年の参議院衆議院選挙の結果ですね、本当に野党立憲や憲法を擁護する野党というのが少なくなって、もうやられ放題という感じになっていますよね。ですから今度の参議院選挙、ぜひとも3分の1を死守するっていうね、そのことがとても重要だなっていうふうに思うこの頃であります。それではですね、メッセージビデオをご紹介したいと思います。韓国市民団体からのメッセージビデオをお送りしますので、皆さんご覧ください。반갑습니다한국진보연대자주통일위원장엄미경입니다코로나19로2년넘게여러분들을뵙지못했습니다일본시민들의분투에연대와위로의마음을전하면서3.1조선독립운동103주년도쿄집회와액션참가자여러분께세계정세의대전환기와동아시아평화를주제로말씀드리고자합니다현재동북아를비롯해세계사적으로반제4주신년과미국및그추종국가들간의전략적대결이본격화되고있습니다조중러대미국과의대결을축으로중동과중남미국가들도반미전선에동참해사상최대규모의반제공동전선이구축되면서다극화질서로의전환을추동하고있습니다전후질서를재편하는시진핑중국주석의표현대로100년에한번있을대변혁기를맞이하고있습니다이런신냉전국제질서는상당기간지속되면서동북아와조선반도를둘러싼긴장과위기정세또한더욱심화될것입니다신냉전은정치군사적대결을넘어서서경제사회문화이데올로기등전방위적으로갈등과대결을불러올것이며이는남중국해와중아시아동유럽등에서보듯이잠재된역내안보위협을현실화하며여러전선으로확대될것입니다무엇보다조성되고있는신냉전질서의본질은미국의패권사태에서기인하고있음을분명합니다미국은중국및러시아의충돌조미간전략대결이심화될수록폐쇄적블록구축을통한패권유지에매달릴수밖에없으며이는서태평양에서인도태평양전략의재편과한미동맹강화나아가한미일군사동맹구축으로가시화될것입니다미국을등에업은일본의개헌과군사대국화의움직임도역시더욱빨라질것으로보입니다지난2년코로나봉쇄기간지구촌과동아시아를둘러싼전략지정학적정세는근본적으로변했습니다미국중심의국제질서에서벗어나자주평등호혜친선과다자주의에기초한반제진영의재편국제기구개혁등이추진되고있습니다그러나3.1 운동103주년분단77년이된올해도일본과미국이란외세에의존한식민지배와분단의질곡은그대로입니다내년이면정전70년이되지만아직도남북은대결과적대적관계에서벗어나지못한채전쟁상태를이어가고있습니다촛불혁명초기 4.27 판문점선언의한의와기대도잠시조선반도는여전히사드와미군기지군비확대와전쟁연습으로고통받고있으며분단적폐국가보안법의폐해도그대로존재하고있습니다일본기시다신정권역시식민지배의반성과청산없이미국에추종하여군비증강과유엔사후방기지강화해외작전확대와함께적기지공격능력의확보등을내세우며개헌과군사대국화의길로역주행하고있습니다신냉전과함께반전평화역량도강화되는 전임미답의새로운정세속에서한국과일본의평화의세력들이조선반도화해와통일평화체제구축에서더나아가동북아와세계평화를위해함께힘과지혜를모아나갔으면합니다그길에한국진보연대는
모든노력을다할것입니다감사합니다수생やりにくいっていうところがありますけれど、韓国の市民の皆さん本当によく頑張っているのが伝わってきたかというふうに思います。やっぱり東アジア、北東アジアの平和のためにやっぱり市民同士連帯していかなければいけないかなというふうに本当に思いました。それでは後半の講演ですけれども、まさに今選挙戦、大統領選挙が戦われているそのホットな状況について私たちどうやって見るのかということでお話をいただきます。2022年韓国大統領選の行方と日韓関係の展望ということで、イ・ヨンテさん、恵泉女学園大学の教授のイ・ヨンテさんにお話を入れていただきます。よろしくお願いいたします。はい、紹介を預かりました、イ・ヨンチェと申します。みんなヨン様と呼んでくれるので自己紹介なしで始めたいと思います。このコロナの中始まっていただき本当にありがとうございました。3.1 独立運動103周年、そして何より、朝鮮戦争終結、その一心のために今韓国市民社会は3月9日、ちょうど10日のことですが、大統領選挙で全てをかけております。今回大統領選挙って一体どういう意味があるだろうか、日本で報道されている反日のイ・ジェミョン、そして親日のユン・ソンニョル、この補助ではなく、韓国社会を見る一つの視点として短い時間でありますが一緒に共有できたらと思います。まずですね、
ちょうど今皆さんに配っている資料もあるかと思いますが、ちょっといくつか、スライドがちょっと著作権があって全部は配ってないものが結構あります、ちょっと見にくいところがあるかと思いますが、資料をちょっと参考しながら、あとはちょっと説明で補っていきたいと思います。まずですね、今回大統領選挙なんですが、ちょうど実は今日が大変な重要な日でした。明日から投票用紙が印刷されることになってまして、実は今日まで、この候補、野党の候補一本化ですね、まだ1番がイ・ジェミョン、2番がユン・ソンニョン、3番が、新参で4番、いわゆる3番でアン・チョルスという、中道派の人だったんですが、実は今日で候補一本化ができないともう不可能だということが、実は重要で、実は今日1時に、この首都のユン・ソンニョンという候補が緊急記者会見をしたんですが、前日夜のシナリオは今日候補一本化を宣言して、圧勝することがシナリオになってましたが、幸いといいますか、候補一本化が、今日1時決裂ということになってまして、今の状況では、まだ、この民主勢力による、もう一つのチャンスが、あるかなと思います。それを踏まえてですね、ちょっと申し上げたいんですが、まず、韓国の今の状況なんですが、ちょうどここ、歴代大統領の、年代とかは出てますが、ほとんど男ばっかりですよね。その中で、韓国を見るときに、大体1987年を一つの分岐点に、よく、言ってます。この1987年が、6月民主化大抗争の時期で、韓国現代史を、大まけに見てみるとですね、87年以前と87年以降ということに区別が出ると思います。日本ではよく紹介されている1987年という1987の映画も、ご覧になっていると思いますが、87年は、韓国社会を劇的に変えて、そしてその後、30年間の民主化の時代をたどりました。これを見るとですね、1987年まで、言ってれば1906年朝鮮戦争が終わって60年から、87年まで、言ってもっと見れば朝鮮戦争この53年から87年まで約30年間韓国は軍事政権の時代でした。この軍事政権の時代に当然軍事独裁の下で、人権、自由、民主全ては抑圧され、そしてまた、財閥と政治は政権癒着で、そういった保守メディアは反共、イデオ力を持ちながら韓国社会を30年間独裁政治でやってきたことは事実であります。その中でさまざまな、改革をしようとしたんですが、その、時代に多くの規制がありながらも、根本的な改革はできなかったということになります。しかし87年6月以降、民主化運動をもって韓国は30年間市民政権をつけてきました。もちろん一時期軍事政権の延長はあったものの、金大中大統領による政権交代、そしてまたノムヨン大統領による民主政権の継承、そしてまたイ・ミョンバ、パク・クネ政権に及ぶ、もちろん新保守政権の登場はあったんですが、民主化という大きな流れを変えることはできなかったのも現状であります。しかし残念ながら軍事政権30年の時代に韓国が持っていたさまざまな課題、まず朝鮮戦争終結、財閥解体による根本的な経済改革、そして帝王的な大統領権限をまた改憲していく政治改革、そして非正規雇用問題、国家保安の撤廃などを含めた社会改革、これが軍事政権30年の時期にできなかったことは理解できるんですが、しかし87年以降文民政権30年の中にこの今取り上げた課題の中でどれほど解決できたのか、今文在寅政権を見ると、実際ほとんど解決が難しい現状に今なっています。じゃあこの30年間文民政権民主化されても解決できなかった、その根本的な原因が何かになるのか、もちろん一つ一つ取り上げるのは難しいんですが、その30年改革ができなかったことに関して市民が立ち上がったのが2016年7年のキャンドル市民革命であります。この軍事政権30年文民政権30年の改革をまた第2の市民革命で社会を変えていきたい、そうして考えてみるとですね、実は文在寅政権の登場は市民革命政権、キャンドル市民革命政権の第1期であり、今度大統領選挙では第2期をもって根本的な革命をしていきたいのが今韓国社会の主な認識だと思います。しかしこの保守政権、反共保守勢力はこのキャンドル市民革命を第1期で終わらせたい、これはまさに文在寅政権を潰すことで
二度とキャンドル革命ができないように、まさに人々の中でキャンドル革命を忘れさせて終わらせたいのが今回のタイトル選挙の一つ意味だと思います。じゃあでは今回タイトル選挙、これはキャンドル市民革命が持続するのか、これが崩壊してまた反共保守の時代に戻るのか、実は今回タイトル選挙、ここで勝つ民主化勢力は、あるいはキャンドル市民革命勢力は、ここで勝つと30年間の改革が始まるとみんな言ってます。ここで負けると30年間の保守政権が登場する新しい時代再演になってしまうんだということを言います。そういう意味から見ると、ここで負けると実は韓国では保守、この反共保守が消滅していくという、こういうようなことも、みんな認識しています。なぜここまで保守勢力が全てをかけて、選挙に出ているのか、保守は運命をかけて戦っていますし、キャンドル市民革命もここで勝ちごとで30年間の改革の始まりが、スタートするんだという、まあ、こういう認識で実は見るわけです。ただ、ユン・ソンニョル、イ・ジェミョン、韓日、新地だけではなくて、まさに韓国社会が今何を目指しているのか、もうすでに韓国は民主化、進歩、保守、そして、左派ではなくて、市民革命が始まり、第2期を作れるか作れないのか、まあ、こういうような視点で、ぜひ見ていただきたいです。じゃあではですね、ムン・ジェイン政権、実はキャンドル市民革命第1期だったんですが、実はこの政権の現状がどうだったのかということになります。もともとこのムンジェイン市民革命を作っていったということなんですが、これは実際2016年ですね、ちょうどパクネ政権の時代にあった2016年の総選挙が画期的な意味がありました。この時代パクネ政権は3分の2の圧倒的な国会議員議席を持ってまして、この総選挙で勝つとパクネ政権は憲法を改正して自分のお父さんのように終身大統領制を目指していくということが予想されていました。パクネ大統領が自分の権者から降りることは考えていない、まさに、お父さんも亡くなってから降りることと同じく、まさに大統領府、韓国は自分のものだと思っていて、全ての保守はそれに迎えていたところです。野党、当時民主党は、この選挙は何をやっても負けるということがもう見えていたので、何にもしてないのが本当は現状でした。しかし選挙の結果、驚く結果になりました。蓋を開けてみると、なんと与党保守とは過半数割れで負けてしまい、なんと何も期待しなかった実は民主党が過半数以上を取ってしまった結果だったんです。これが当時の選挙結果の一つの年齢別の投票率なんですが、実は50代、60代、70代は前の選挙19代に比べてほとんど伸びてません。しかし唯一選挙率に参加率が高かったのが20代と30代がなんと 15%、 それとまだ 5%、 約 20% 参加したことが圧倒的に、実は、この民主党野党が勝つきっかけになったわけです。もちろん民主党が良い政治をしたからではなくて、最悪である、与党を落とすことで、最善の選択をしていたのが若者でした。まさに韓国の20代、30代若い人々が選挙に参加したことで、この時に政治が揺れていたわけです。当時、負けたパク・クネ政権、その後に大統領選挙が予想されている中、保守与党の中ではこのままパク・クネをもっては、政権維持ができない、選挙で負けたのでパク・クネは降りるだろうと、降りてもらわなきゃいけないと思っていたんですが、降りないようにしようとパク・クネ降ろそうとしている、また保守勢力、その中の亀裂がお互い対立になり、その隙間で出ていたのが、いわゆるパク・クネの友人のチェ・スンシル事件を保守が暴露して、そういった自ら保守がパク・クネを降ろしたのが、このキャンドル市民革命の始まりでもあります。当時私はこの時に、このアングリ・ヤング・ボッタズ、この2016年この選挙は、今後韓国を50年以上変えていく、決起的な革命になるだろうことを、実はこの本で書きました。パク・クネは降りないだろう。その最後は不幸になるだろう。しかしこれによって韓国は新たな市民革命時代に入るだろうということを実は書いてまして、この通りに今見たらなっているかなと思うんですが、皆さん知ってますが、いまだにこの本オンラインで予言書としてよく売れてます。後ろに今日5冊持っていますので、予言書を手に入れると、今回タイトル選挙でこのように革命に参加していた若い人々が、実は今イ・ジェミョンではなくて保守党のユン・ソンニョルを 80% が支持しています。今保守が維持しているのは韓国の20代、特に男が
保守を支持することでここまで民主党が苦しんでいると、この理由って一体何だろうか、まあ、そこは少し説明できたらと思います。この民主化政権第3期文在寅政権がキャンドルデモで誕生しました。先ほど申し上げたように私は民主化政権よりはキャンドル市民革命政権第1期だと理解した方が過去現代史で分かりやすいと思います。そしてなんと大統領選挙だけではなくてその翌年にあった地方自治体選挙左側なんですが、草の根の権力まで圧倒的に、国民が支持しました。それでその右側なんですが、まだ2年後だった2020年、総選挙ではなんと、韓国国会議員の中で300名の中で200名を民主党進歩派が掌握することになりました。皆さん今自民党、国会議員500名の中で400名が全部立憲民主党だと考えてください。社会がどう変わりますか。今韓国はそういう状況です。なんと3分の2以上がなんと民主化運動勢力になっており、よく韓国は反共保守の時代、また軍事独裁政権時代、チャイバチなどの産業、勢力が韓国主流だと言えるんですが、国会議員の数だけ見ると韓国は今民主化運動勢力が社会の主流であります。国会議員一人一人が社会を代弁すると考えてみれば300名の中で200名、なんと韓国の進歩派はあらゆる社会の全て、労働組合、政治、そして学校、あるいは市民団体、あらゆるところに民主化運動に関わっている人々がリーダー、主役になっていることになります。しかしこれは結構大事です。まあ日韓関係をこれで考えてみますと、皆さん日本の国会議員の3分の2は実際安倍政権の時代の4回の選挙で全部当選された、いわゆる新右翼だと思います。それは実は立憲民主党の中にも含めて維新会も含めて歴史修正主義の、価値観を持っている人々がほとんどの国会議員です。日本社会の主流は反共保守、歴史修正主義、戦前の歴史はもういい、もうすでに、次の世代には二度と恥ずかしい歴史を譲らない、それをもった正当化する勢力が、国の3分の2、私はもっと以上あると思いますが、しかし韓国は国家権力に立ち向かって国家暴力に謝罪をさせて国家というものが市民が変えると思っている人が3分の2であります。この2つの主流勢力がぶつかっているのが今日韓関係の根本的な原因であります。日本と韓国の国家政党性は正反対になっているわけです。ただの徴用工の問題、慰安婦問題、もちろん人質として大事なんですが、それのような認識を変えていくのは根本的に戦後韓国と日本を今どういう勢力がリードしているのか、これが根本的な問題だと思っています。それでそれだけではありませんでした。まあ、要するにですね、韓国は大統領権力を変える、地方自治体権力も変えた、それでなんと総選挙で国会議員の数が足りないと言っているので国会議員の数まで変えてあげて、全国選挙全部をなんと民主党にキャンドル国民たちは預けたわけなんです。しかしその文在寅政権5年、今の現在の結果はどうでしょうか。文在寅大統領は大統領になって機会は平等に、家庭は公正に、結果は正義にということを訴えてキャンドル市民革命の意思を引き継いでいたんですが、なんと残念ながら今の結果はこれとは正反対の韓国現実になってしまいました。国に一番苦しい立場になっているのがなんと今20代の若い人々がその韓国の一番向上的な文字の苦しいところになるわけです。今現在韓国の失業率なんですが、韓国ではソウル大学法学部、日本だと東京大学の法学部なんですが、その人々の正規就職率、4年卒業すると300名なんですが、どれぐらい就職すると思いますか。東京大学の法学部の300名が、卒業すると正規職に入るんですが、今韓国はソウル大学法学部の学生たち、正規職就職率が 30% です。それとソウルにいない地方の大学の人は100名の中で1人しか正規職がないんです。今現在韓国は10年間1回も職に就いてない若者が100万ぐらいいます。まあ、その向上的な問題をどうにせよ、とりあえず20代若い人々にほとんど就職働き口がない、この韓国の新自由主義、グローバル格差問題、終わらない朝鮮戦争、さまざまな原因でほとんどその歪みが20代若い人々に来ており、なんとこの20代若い人々、自分の目の前には女性の社会進出でさまざまな女性の元活躍が
広がっている中、自分は遅れているように見えますし、その中でもなんと兵役というものが未だに残っていて、兵役を約2年間行ってこなきゃいけない。私の人生に関して実は希望が見えない、この韓国社会に対する怒り、まさにタイトル権力を書いてあげてる地方自治体も総選挙も全部あげてる、キャンドルの目にあげてキャンドルまで持ち上げたんですが、文在寅政権に対する、この期待、それが怒りに変わり、実は社会をリードしているのは今民主化運動勢力の40代50代の人々、自分の目の前の人々は革命勢力のところか韓国社会をもっと悪化している、もっと合理的な矛盾の超本人に見えちゃっているのが残念ながら20代が考えていることであります。まあ、結論になってますが、私がこれは決して20代が保守だとは思っていません。改革に行ってなかった文在寅政権を別の意味で心配していることであり、この原動力は今現在実はイ・ジェミョン候補にとってキャンドル革命に戻す原動力になっているのも意外の20代のこの怒りであります。こういうような画面で見るとですね、まさに今韓国はキャンドル革命の上で今タイトル選挙が行われています。タイトル選挙が非常に危険的な形になってしまったのもキャンドル革命が作った今延長線の上でタイトル選挙が行われています。韓国社会がなぜ非正規雇用問題、朝鮮半島分断問題、こういうことが解決できていないのか、まあ、そこには様々なちょっと理由がありますが、まあ、実際はですね、この韓国社会の問題、ここは韓国現代史の真相、ちょっと今日本当に本を紹介するために来たわけではないんですが、この本は韓国が、これをやってもですね、分断問題、財閥解体、そしてまだ、タイトル権限、これが変わらない根本的な理由が何なのか、まあ、実はすごく、この学問的にも歴史的にも分析した本があります。私は今まで日本にたくさんの本を、いろんな形で、韓国関連するものを紹介してきたんですが、この本を見て涙を流しながら、驚きました。これほど韓国社会の矛盾があるだろうか、この本後ろで誤差値があるのでもうなくなっていると思いますが、ぜひ皆さん、見ていただきたいと思います。実はですね、この、文在寅政権に、預けられていた、様々な課題なんですが、この一つ、キャンドル市民革命が望んでいたことがいくつかありました。コロナを克服しなさい、多分これはある程度成し遂げていたと思いますが、しかしこの後に社会民主化なんですね、ここにはまさに検察権力改革とかですね、司法権力改革、そして何より難しいのが保守メディアの改革。日本はいかがですか、なぜ政治が変わらないんだろう、ここまで日本で市民で私たちが集まっても日本の世論が変わらない大きな理由は何なのか。私は一番重要なのはメディア改革ができていない、メディアの失敗が結構大きいと思います。実は韓国でもそれをここまでキャンドル革命までしても、実は今手を打つことできないのがメディアの問題であります。多分イ・ジェミョン大統領、今回韓国政権が延長されると検察改革はできると思います。その次にメディア改革までできるのかどうか、まあ、これが大きな課題になっています。それで社会民主化の中ではセウル号、沈没事件に関して未だに手を付けていません。それでまた経済民主化問題で、三産を含めた財閥改革がほとんどできていません。なぜ失業、特に非正規雇用の問題が起きるんでしょうか。皆さん、私たちが非正規雇用をつけてますか。非正規雇用をつけているのは財閥であります。日本も実は非正規雇用が非常に広がっているわけなんですが、日本で財閥改革という言葉は一回聞いたこともありません。労働の身近がまさに非正規雇用の問題をどういう形で取り上げているのか、安倍政権の時に財閥がどれほど成長しているのか、実は今日米軍産交互体の復活、私は日本の財閥が目覚めて動いている動きだと思っているんですが、まさに韓国でも、この、財閥の、改革に関して、文在寅政権の時にはできませんでした。市民革命キャンドルデモが起きた時に、私はすぐ講演会で文在寅政権はいろいろやっていくと思いますが、できないのは、財閥改革はできないと思いますことを断言しています。まあ、これはまさに三村を改革することは文在寅政権はできません。皆さん、パク・ネ大統領は三村からお金をもらっています。しかしそうするとパク・ネ大統領、上げてる人ともらってる人が両方拘束されるわけなんですが、三村の会長は釈放されています。もらった政治家のパク・ネ大統領は刑務所にいます。韓国社会はパク・ネの共和国ですか、三村の共和国ですか。韓国の権力はまさに三村が持っているわけです。三村に手をつけない限り経済財閥改革はできないことなんです。なぜこれができないのか、そしてまた韓国の大統領は日本のメディアでよく聞かれることなんですが、テレビ出ると一番最後に聞きます、
イさん結局、文在寅最後に逮捕されますよねとかですよね、歴代大統領全部悲劇ですよねと言います。確かに結果はそうだと思いますが、別の言い方を見れば、いくら国民が当選されたとしても荒廃した大統領は国民が心配していく。逆に聞きたいです、一回も日本は権力を心配したことありますか？国民が自ら、選ぶことができますか？まさに民主主義の質が違う中で、そういう質問にどう答えるか分かりませんが、一言言います。韓国は市民社会が変えていく社会なので、まだ日本よりはマシだと思いますということで、まあ、ちょっと言ってますが、この帝王的な大統領権限、まあ、これをどういう形で変えていくのか、イ・ジェミョン候補が、今大統領を4年生で10人生で変えていくということになるんですが、私は不可能だと思います。なぜか知ってますか？大統領候補が、憲法で帝王大統領を改革するためにこれから4年4年で変えていくと、これを言ってるんですが、韓国ではできないと思います。理由があります。1987年、皆さん映画を見たと思いますが、87年国民が血を流しながら権力に向けて作ったのが韓国の憲法です。与えられるものではありません。この憲法は権力にこの枠であなたたちはこれだけやりなさいと国民からの命令であります。国民が提案しない憲法を権力者が提案しながら変えていくなんて、韓国ではそういう常識はありません。それから見るとですね、今、大統領、権限、これはまさにですね、権力者たちがどこまで、1987年乗り越えて、キャンドル革命の時代にふさわしい指導者であろうかどうか、政治家がそこまで成熟しない限り、韓国で今の憲法で権力を縛っていくことは、そのままになるだろうかと思います。そういった最後のもう一つの課題が、南北和解と朝鮮戦争終結でありました。文在寅大統領は、非常に不幸だったと思います。大きな理由は、実はあまり準備してないままキャンドルデモで大統領になってしまいました。当選された時に国会議員が保守与党が、3分の2を掌握していました。ほとんど権限がない状況だったわけなんです。そしてその前は、トランプと、金正恩2人で、核兵器の遊びをしていて、私のボタンが大きいというお互いに戦争直前までなってきました。ピョンチャンオリンピックになってなんか、この、戦争を止めたい、まあ、そういう状況で、一番 最初始めてしまったのが、実は南北関係から始めてしまいました。私は経済改革から始まったら最後に南北関係に行けばよかったと思うんですが、残念ながら戦争を止めて、そして経済改革をしなきゃいけなかったところ、この朝鮮戦争問題が入り口で解決できる問題ではありません。結局、文在寅政権の、努力が無駄だとは思ってませんが、それに根本的な、見解があるところに、始まらざるを得なかった側面があったと思います。まあ、結局ですね、このような、国民の要求を文在寅政権では実現することはできませんでした。このキャンドル革命に、危機感を持っていた、この保守勢力は、まあ、実はその後に朴槿恵は、刑務所に入れて、そして、中道保守の人々を前面に出して、体制を整備しました。1年2年間は、息を潜めているように見えたんですが、この文在寅政権の弱いところを見ると全て攻撃をし始めました。文在寅大統領は個人的には尊敬できる方だとは思いますが、韓国社会が一人の大統領の道徳性だけでは変わってない根本的な矛盾があるわけなんです。これを全て保守メディア、そして官僚、財閥、そして保守政治、そういったあらゆる勢力が文在寅政権を攻撃し、結局20代を利用しながら、政権交代を実現していたりということが今現在の危機であります。キャンドル市民革命に参加していた人々、まさにこの大統領選挙でキャンドル市民革命を延長したいという希望が結構大きかったと思いますが、この大統領選挙でどういう形で展開していたのか、これが今現在大統領選挙の構造にはなっています。結局このような、文在寅政権の、改革に対する失敗に対して、進歩派も大きな怒りを持ち、保守派の人々はこれを狙ってきました。この結果が、昨年あったソウル釜山市長で、ちょうど、この大惨敗に終わってしまったわけです。この時にも実は、私は講演会でこれを説明しました。これでキャンドル市民革命が終わったのか、文在寅政権はレームダックで終わるだろうか、この時もテレビに出ていたんですが、みんなからかわれました。もう文在寅政権の人気が落ちて二度と回復できないし、もうこれで終わったと、日本は残り2年間、我慢すれば中期は保守政権が登場するので何もする必要ない、私たちが一番、この戦後保障問題、
徴用工問題を訴えても日本政府は一切動きありませんでした。まさに韓国の、政局が日本の保守政治とリンクされている典型的なところだと思いましたが、私はこの時に、これはキャンドル市民革命の延長戦になることだと実は言ってますし、今現在大統領選挙では、そのような動きが、復活しているところだと思います。非常に興味深いことなんですが、実は皆さん今ムン・ジェイン政権の支持率 48%、50% 近くいっています。ムン・ジェイン大統領の任期はまだ別にしても、歴代大統領、非常に悲劇で終わった大統領に比べるとムン・ジェイン大統領は今 50% 近い、なんと、与党の候補イ・ジェミョンさんよりも、野党の候補ユン・ソンニョルさんよりも、大統領候補よりも今大統領の候補が任期がある時代なんです。この、ムン・ジェイン支持率は結構意味がありまして、釜山の選挙の時に、ソウル市長選挙の時にムン・ジェイン大統領支持率、39% でした。そうするとですね、大統領で今支持率を見ると、与党の候補はムン・ジェイン大統領支持率以上のことを得ることはできません。結局与党の候補はムン・ジェイン大統領支持率を得ることになるということなんです。そして今大統領選挙で、重要な影響はムン・ジェイン大統領の支持票がどこに行くのか、これが一番重要な一つのポイントになります。今 50% 近いムン・ジェイン大統領支持票が、イ・ジェミョンさんに行ってないこと、これが一つの大きな問題だと思っています。それ以外の資料はちょっといくつかありますが、これはちょっと、省略しまして、ムン・ジェイン大統領改革がいかなかったこと、もちろんこれは民主化運動勢力の、問題も、結構あったと思いますが、何よりですね、民主化運動勢力も今は40代、50代、見ると社会の既得権の勢力になってまして、社会的にはさまざまな腐敗問題も関わっています。そうするとやっぱりダブルスタンドがやっぱり批判的になりまして、権力を持っている側としては、これに対して答える責任があり、これを非常に、批判的に捉えてしまったのが今の、政局だと思います。チャートはですね、今現在の大統領選挙に関してちょっと申し上げたいんですが、まず、大統領候補であんまり日本には実は知られてなかったと思いますが、京畿道知事をしていたイ・ジェミョンという候補が大統領に、候補になりました。このイ・ジェミョンという候補、実は日本ではですね、イ・ナギョンという、この、チョンラードの知事、日本では東亜日報の特派員をやってて、ムン・ジェインを継承しているということで、日本のメディアで非常に、このイ・ナギョンさんを支持していたところもあったと思います。親日派というか親日派と言われていたんですが、韓国では、圧倒的にイ・ジェミョンさんが、タイトル候補になりました。イ・ジェミョンさんは、労働者出身で、しかし労働者の中でもですね、実際、このイ・ジェミョンさんは、山の中で家電といいますか、木を燃やして畑をやっていた非常に貧しい家から自殺したとしています。中学高校もほとんど正式で出てなくて、ほとんど検定試験と、そして個人の独学で勉強しています。まるで貧しすぎて、工場の中でも正式には就職できなかったし、工場の中ではですね、機械のプレスに腕が入ってしまって、それで兵器もいってない障害を持つ人でもあります。しかしこのイ・ジェミョンさん、後に司法試験に合格し、そしてまだ、彼は人権弁護士になっているんですが、イ・ジェミョンさんの自分の人生を変えたこと、なんと彼は司法研修員でうまくいけば判事までなっていく人で、これほど貧しい家で判事になるチャンスがあったんですが、彼はその判事を捨てて人権弁護士になりました。その人権弁護士になった理由は何だと思いますか？知ってますか？それは、82年、彼が大学で初めて見た、ファンジュ、公衆の虐殺事件の映像を見て、これで彼は人権派の、この道を歩みました。韓国でこの公衆事件というものが、多くの人々の人生を変えているんですが、イ・ジェミョンの中には、この公衆民主化運動が生きているということ。これが一つの彼の特徴であります。彼はソンナム市長、そして京畿道知事になったんですが、知事の時に政策実現率が 94% 以上になっています。そして彼は経済に関しては一番詳しい、特に官僚社会を掌握することができる。ムン・ジェイン政権にとって一番不幸だったのは、ムン・ジェイン大統領は人権弁護士出身なんですが、ほとんど、行政の経験がありませんでした。官僚社会のことが、分かってないわけなんです。外交も非常に弱いわけなんです。結局不動産問題は官僚社会にタイトルを載せられてやられたような形式になります。鳩山政権が外務省、日本の外務省にやられたことと全く同じ構造が実は起きていたわけです。この保守官僚社会、彼らは保守政権、
そしてまた財閥とつながっていると、この見えない根っこをどういう形で改革していくのか、まさにこれに一番ふさわしいと、キャンドル市民革命の第2期にふさわしい人材として、国民が選んだのがこのイ・ジェミョンだったわけなんです。イ・ジェミョンが当選されてみるとですね、民主党の中にはムン・ジェイン政権の中でまだ既得権勢力になって権力を維持したい人々もいるわけなんです。その人々から見ればまさにイ・ジェミョンは非主流で、まさに民主化運動を継承している運動の勢力にも名前がなかった人が与党のタイトル候補になってしまったわけです。私はイ・ジェミョンさんがタイトル候補になったことがキャンドル市民革命の勝利だと思うほど画期的な展開でありました。実は彼タイトル候補運動を今までやってるんですが、民主党の中に民主化運動勢力をやった人々ほとんど選挙運動に出てません。まさにムン・ジェイン支持派が彼を助けてないのが今の苦しい立場であります。また与党から見ると、保守勢力、そしてメディア、さまざまな勢力がこのイ・ジェミョンを攻撃してくるわけなんです。そしてまた、与党は、まあ、実際、中東保守だというムン・ジェイン政権によって弾圧を受けた、まあ、いわゆるユン・ソンニョルというこの人を、候補に選びました。ユンさんも非常に面白い人なんですが、検察訴訟であったユンさんなんですが、このユンさん、まあ、実際彼も野党保守党の中には非主流であります。今現在反共保守で対応していたバックネ勢力は実は刑務所にほとんどいていることで、そうすると中東保守に、権力が行くわけなんですが、中東保守も候補を出すことができなくて、ムン・ジェイン政権に任命された検察訴訟が逆に野党の候補になっていたわけです。これを見ると実は野党は自分たちの勢力を維持することもできなかった。なぜこうなったんでしょうか。まさにこれが韓国のキャンドル市民革命の影響だったと思います。野党が自分たちが生きるために実は中道保守の保守のムン・ジェイン派しか大統領候補を出すことができない。そうすると見るとですね、今現在韓国の大統領選挙はキャンドル市民革命の影響の上でここまで持ってきて、ここで彼を当選していくのか、保守メディアの影響ではなくてキャンドル市民革命の影響の上で、こういう奇形的な今選挙構造になっていることになります。まあ、いろいろ紆余曲折があったんですが、実際年末年始、そして先週今週にかけてまたイ・ジェミョン候補が非常に頑張ってですね、ちょうどこれ2日前なんですが、タイトル候補支持率、10% まで差が2週間前あったんですが、この先週今週から今 1%、 そしてまた 0.0% までほとんど拮抗しているところまで追っかけています。最後に唯一残っているのが候補一本化なんですが、これが今日決裂ということになっていたので、このまま、明日から世論調査ができないんですが、約、10日間、まあ、実際、誰が勝つのか、このまま勢いを持っていけば、与党イ・ジェミョン、民主化勢力にはまだチャンスがあると思いますが、まだまだ、いくつかの、変数はあるかと思います。何より、この候補一本化、私はまだ最後まで、油断ができないのが、投票用紙の前にはできなかったんですが、3月4日が事前投票なんですが、まあ、その前も候補一本化の可能性あると思いますし、何より、投票の前日まで候補一本化の動きは、この不手話が全てを譲ってもやっていくことだろうと思います。しかしここにもう壊していく勢力があります。韓国だけの選挙ではありません。この選挙には今アメリカの保守、日本の保守が一緒に関わっています。誰が勝っても今回この選挙は与党であろうが野党であろうが命を懸けて戦っているので、勝っても 2% 前後です。 2% は20万票差です。場合によってはこの選挙で再投票になる可能性もあるし、勝ったとしても負けた側が認めない可能性があります。ここでもしかして保守党のユン・ソンニョルさんが勝ったときにどういうことが起きると思いますか。私はユン・ソンニョルさんが勝つと、これは前にブッシュ大統領のプロリア、再開の状況が思い出されると思います。ブッシュは理由が分かりませんが、逆転した開票で後に支持率がない中で政権を維持するために陰謀説ではないんですが、すぐ 9.11 が勃発しました。それをもって政権を維持したわけです。今回保守野党が勝ったとしても、私は彼の第一の目標はすぐ北朝鮮に対する危機を煽って北朝鮮に対する戦争を仕掛けることが唯一政権が維持されるシナリオになっています。今現在安倍政権、
岸田政権までいて、先ほど高田さんが日本の憲法改正を前面に打ち出していると思いますが、この大きな一つのうねりになるのが韓国の大統領選挙だと思います。韓国大統領で保守が勝つ、そこで北朝鮮に対する危機感を高める、それになると何をしなくても日本社会の中で自ら憲法改正をする意思が出てくる。唯一日本の自民党保守が生き残る方法はこの韓国の大統領選挙で保守が勝つことしかないんです。アメリカも北朝鮮との会話する意思は全くありません。朝鮮戦争を終結する意思はありません。この理由は今回選挙で韓国保守が勝つことを待っているだけだからです。そうすると実は日本とアメリカも韓国大統領選挙に加えて、その中で国民が選んだイ・ジェミョンという候補で韓国社会は頑張っています。このエネルギーは市民社会のキャンドル、革命がこれを維持している唯一の力であります。実はイ・ジェミョンさんは最初、キャンドル市民革命のことをあまり言っていませんでした。逆にこれが、まさに票が落ちるだろうと思っていたかもしれません。しかし、国民たちの間ではキャンドル市民革命の延長線であることを目覚めることでイ・ジェミョンさんが復帰しました。テレビ討論会でもキャンドル市民革命を言いますし、私はそれを継承する政権だと言ったから支持率が上がることになり、まさに本気度に上っているのが今真剣勝負の時期に来ているところだと思います。それ以外にさまざまなちょっと課題が いっぱいありますが、先ほど、説明しているように、まあ、ちょっと時間が迫ってますが、今韓国今回大統領選挙、これはキャンドル市民革命の第2期を、選び、そこで韓国では初めて根本的な改革をやっていくことになります。文在寅大統領が当選した時には国会議員3分の2が保守党だったんですが、今はイ・ジェミョンさんが当選されると国会議員3分の2が、民主化進歩派になります。これで2年間以内で全ての改革をしていくことで、韓国で初めて平等、公正、正義、共同の社会を作っていくキャンドル市民革命の命令を実現することができると思います。これでこのエネルギーを持って朝鮮戦争終結の実現をイ・ジェミョン政権にやっていくことを期待しております。朝鮮半島の平和がまさに東アジア平和共同体の実現につながっていくことになります。これに関して実は、日本社会がどう答えていくのか、韓国のキャンドル革命は民主革命の伝統で来ました。韓国の戦後、64.19 覚醒革命、そして79年釜山マーサン抗争、80年ファンジュ事件、87年1987の民主抗争、キャンドルデモ、この革命の伝統が、今までに韓国社会の原動力であります。しかし実は私、この韓国の戦後の民主の革命勢力、この始まりはどこだと思いますか。まさに今日私たちがいる、この1919年3日、独立運動の時に初めて韓国社会は、国民主権、一つは民族独立なんですが、もう一つは、王様にあった、権力をまさに日本の植民地で終わってるじゃなくて、初めてこの時に国民が権力だという主権意識が始まったのが3日運動であります。これはちょうど100周年ですね、2019年、この3日の100周年の意味に関しては週刊記念日にも国民主権の始まりだということを、ちょっと書きました。まさにこの国民主権、国民から権力がある、これが戦後民主継承にも、そして今現在にも、韓国大統領選挙でもこれが持続されているわけです。朴槿惠大統領の考えというものは、権力は国民から出るものを取り戻した国民主権だということで始まったことであります。まあ、そうするとですね、ちょうどこの100年前、これが、この、国民自主権の始まりであることと、当時、この時に、三日運動の中で先ほど、映像もありましたが、まさにその時に朝鮮の民主は日本に対して恨みではない、日本に対して手を伸ばして、日本が間違った道を直して一緒にアジアを平和を作る、東アジア共同体に参加することを呼びかけていたんですが、日本の答えは何だったんでしょうか。軍隊を送って40万近い人々を虐殺してしまったのが不幸な歴史であります。まさに今もう一回ですね、実はこの声を韓国社会が訴えています。日本の市民社会に100年経ってまた改めて今手を伸ばしています。私たちが一緒に東アジア平和を作りましょう。韓国は大統領選挙で頑張ります。日本は参議院選挙で頑張ってください。お互いに権力を交代して初めて東アジア平和を実現していきましょう。それで私たちは答えましょう。植民地解体しましょう。平和守りましょう。朝鮮戦争終結しましょう。東アジアで初めて日韓の国境を越えて市民が書き出す平和
平和の歴史を作ってみましょう。今韓国市民社会はそれに応えています。日本の市民社会がこれに改めて呼応していくことを期待しながら、私の話を終えたいと思います。はい、どうもありがとうございました。あ、すみません、ちょっと一言だけ、皆さんにこのチラシをちょっと配っていますが、このナシノキピースアカデミーというチラシなんですが、ちょっと言いたいのはですね、実は先ほどちょっと映像を見て思い出したんですが、この映像で、小沢さんが撮ったんですが、日韓の若者たちが韓国に行って、実はこの、100年の周年のイベントをやってたんですが、これ日本の市民社会のカンパで行われたイベントだと思っています。実はその時に参加していた若い人がいました。その人が韓国から日本に戻って、やっているのがこのピースアカデミー、この講座事務局長です。まさに日本の市民社会が作っていた講座であります。その彼女、日比野さんというと、ちょっと先ほど今出たんですが、彼女がこの中でやっていた講座がありました。中にですね、実はジュニアコースを作ってまして、中学生、高校生たちを持って講座を作って、世代継承をやっていきました。私たちがやったこと、実は次の若者が継承して、今現在これがつながっているということになります。ぜひ皆さんの市民の、集まる場として検討していただきたいと思います。最高までありがとうございました。大変ありがとうございます。ありがとうございました。日本にいてですね、韓国の選挙の報道というのはあるのですが、なんか何なかなかわからないところがいっぱいあったんですけども、やっぱり歴史的に私たち市民にとっての意味をお話しいただいたと思います。本当にありがとうございました。それではですね、集会の最後になりますけれども、集会決議を提案し採択していきたいというふうに思います。で、集会決議の提案は、どれの会の小沢久美子さんにお願いします。皆さんの今日の資料の中の一番中のところに集会決議の、印刷してあるものがあると思いますので、そちらの方をお開きください。どうぞお願いします。それでは集会宣言読み上げて提起させていただきます。朝鮮戦争を終わらせよう。植民地支配の清算を。今年の3月1日は日本からの独立を求め、朝鮮全域で人々が立ち上がった三一独立運動から103周年を迎えます。私たちにとっては歴史を直視しながら、日本と朝鮮半島やアジアの人々との平和な関係をいかに築くのかを問い直す日でもあります。東北アジアの比較平和を目指そう。今朝鮮半島では日本からの解放と同時にもたらされた南北分断から77年、南北分断に起因する朝鮮戦争の停戦協定からも69年が経過しましたが、未だ戦争は終結していません。南北分断体制もそのままです。これこそが朝鮮半島の危機の根源です。朝鮮戦争を終結させ、停戦協定を平和協定に転換させることで、東北アジアの比較平和の実現に向かうことができます。自国軍隊が居座り続けるため、これを拒み続けている米国が朝鮮戦争の終結に応じるよう強く求めていくことが必要です。米国が本当に米朝対話を望むなら、米朝シンガポール共同声明2018年を言葉ではなく実際に履行しなければなりません。その一歩として繰り返されている米韓合同軍事演習を中止すべきなのです。加害の歴史に真摯に向き合い、平和外交を目指そう。しかし安倍菅政権を引き継いだ岸田政権は、米韓で協議されている朝鮮戦争の終戦宣言の提案にも時期尚早として反対しています。そして米国に追随して、中国、朝鮮に向けた敵基地攻撃能力の保有、沖縄、辺野古の米軍基地建設、南西諸島の軍事化と日米軍事一体化など軍事大国化の道をひた走り、憲法改悪まで推し進めています。
さらに植民地支配の反省もなく、引き続き朝鮮学校に対する無償化からの排除などあからさまな民族差別政策を進めており、朝鮮人元徴用工や日本軍慰安婦被害者への謝罪賠償も65年日韓請求権協定を盾に拒み続け、自らの加害責任は無視して韓国政府に日本側が受け入れられる案の提示を迫るという本末転倒を繰り返しています。また最近では朝鮮人強制動員強制労働の事実を無視して佐渡金山の世界遺産登録の推薦を決定しました。2015年のいわゆる軍艦島、端島などを含む明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録の際もこのことが問題となり、日本政府はその意思に反して連れてこられ厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者がいたことなどについて理解できるような措置を講ずることを約束したにもかかわらず、その後設置された産業遺産情報センターは朝鮮半島出身者への差別は聞いたことがないとする元島民の証言のみを垂れ流し、ユネスコから是正を求められているものの改められていません。韓国などがこれに抗議するのは当然です。これらは植民地主義が依然として根強く存続し続けていることを示しています。憲法9条を持つ私たちは過去の加害の歴史に真摯に向き合い、日本政府が米国追随と核の傘から脱して核兵器禁止条約に速やかに加盟し平和外交に徹するよう促し、改憲軍事大国化の道をやめさせ植民地支配の清算を迫っていきましょう。2022年2月27日三一朝鮮独立運動103周年東京集会参加者一同、たくさんありがとうございました。それではちょっと重なることになりますけれど、皆様の拍手で採択していきたいと思います。ありがとうございました。以上で今日の集会終了になります。それで本日の集会は150名の参加で貸しておられました。最後にですね、3月1日の当日の行動を訴えたいというふうに思います。3月1日、18時午後6時から新宿駅西口、あの小田急百貨店の前ですね、あそこでキャンドル行動を行います。ぜひあの今日に関するあの皆さんのご参加を呼びかけたいというふうに思います。以上で本日の会を終わらせていただきます。どうも。